はい、こんにちは、皆さん、どうも、ケンタさんです、フレームの YouTube チャンネルようこそ。今日は、藤森親子ですかねまあ、あそこにお父さんいるんですけども、今日はレイくんのバイクをちょっとね、紹介したいと思います。中学校1年生なんですけども、ただの中1じゃないです。いろんなレースに出てて、で、先日何でしたっけ、なんか発生したっけ。先日は千葉から福岡まで1200キロをこの自転車で達成しました。お、だそうです。素晴らしいですね。もうこのバイクでお父さんと一緒に千葉からぐわーっと1200キロ、非常にすごい中学コース、中学生ってことですね。このバイク結構珍しいんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。やっていこう、ルイくん。ルイくん緊張しちゃったね。このバイクはカオカスのアローっていう自転車で、はい、まあ、新しい一番最新モデルの自転車ですね。カオカスってどこのメーカーなん、どこの国のメーカーなんですか。カオカスは台湾のメーカーで、はい、結構いろいろな自転車も作っているようで、なんか結構日本では持ってる人あんま見ないなと思って、僕も持ってる人初めて見たんで、レイ君ぐらい。カオカス持ってる人見ないですね。ここにロゴがカオカスと書いてあって、コンポがアルテグラ。もうフルアルテグラってやつですか。フルですね。マビックのアイクリックですね。なんでこれにしたんですか。これは落車とか、転ぶそうになった時に外しやすくて、落車を避けたりしない、する時に、まあ、とっさの時にパッてこう外れるように。へえ、そういうことなんだ。プロチームのアベンティーラさんからいただいたものが、はい、カオカスのプロチームなんです。あ、カオカスのプロチームなんですね。ガーミン500使ってます。これは特にこだわってるんですか、サドル。これはまあこだわってなくて、もう昔からずっと昔からずっと使ってるサドルで。はいはい。16、はい、レースに出る関係上規定があって、はい、はいはいはい、ジュニアの場合は膝を壊しちゃいけないっていう、まあ、あるんですけども、16して、1回転あたりの進む距離を制限かけてるので、まあ、こんな感じの仕様に。140ぐらい回して45とか、はい、あ、ここに、いわゆるこうフラッグがつくと。レースしてますよバイクですね、これは。本当にこれはうちのお父さんが作ってくれた新しいチームのジャージで、はい、サイクル DNA っていって、親子と親子でみんなで旅をするみたいな感じ。なるほどなるほど。 DNA、 お父さんの DNA が、はい、こうね、息子に会えるみたいな、そんな感じの思いがジャージにこう閉じ込まれてる感じですかね。ぐるっと回ってもらっていいですか。そしたらどんな感じか。はい、後ろこんな感じで、で隣は弟のルイ君です。ルイ君も自転車乗るんだよねお兄ちゃん厳しい。厳しいっちゃ厳しいですか。まあでもいいね、兄弟でね。ルイ君は同じタオカス持ってるの。いや、ルイはピナレロ。ピナレロ、あれはちょっとちっちゃいピナレロに乗ってて、24インチの。なるほどなるほど。それも僕が使ってたんですけど。あ、そうなんですね。それをルイが今使ってる大人の憧れのピナレロ、いいじゃないですか。千葉から福岡行くときは1日こうどれぐらいその距離を走る。1日平均150キロぐらい。150キロぐらい走って、で旅館に泊まって、でもう一回こうひたすらこれを繰り返す。そんな感じ。へえー、でトータルで何日ぐらいかかった。うわ、8日。あ、8日だ。8日。そうです、8日なわけだよね。例えばこう体の痛みとかそういったのなかったんですか。うわー、あまりなかった。あ、もう基本順調にこうチャッチャッチャッとチャッチャッ。なんか結構やっぱりね、走ってるとお尻が痛くなったりとか、あと膝が痛くなったりとかなってなる人とかいるけど、あ、それは結構なんだろう。お尻は結構痛くなる。あ、お尻は痛くなる。あ、おりますよ、おります。あ、なんか用意してくれてるみたいですけどすごい、うおー、ルイ君、ルイ君すごい。これ千葉から福岡まで行った時に、うん、まあ一緒に持って走ってみんなにサインをもらいながら。これと通りすがりの人というか、その一緒に走った人とか。一緒に走った人が、これご飯食べたところとか。ご飯食べたところ。すごいですね。ホテルとか。へえ、これは最高の思い出ですね。感想。お疲れ様でした。ありました。
これもわざわざご自身みんなで、あ、お父さんが作って、これはなんかスーパーホテルさんが作ってもらって、スーパーホテル、あ、本当だ、スーパーホテルって書いてある、すごいっすね。こういう感じになってます。1200キロ走るときにいろんな人にサインをもらって、完走できたと。これは嬉しいな。ということで、じゃあ、以上、地元親子の地元兄弟によるですね、バイク紹介でございました。ぜひね、地元親子、なんか宣伝したいことあります？ツイッターとかフェイスブックとか、特に なければ全然いいです。フェイスブック、フェイスブックやってます。サイクル DNA ですね。サイクル DNA ってフェイスブックをやってます。例えばフレームの記事でもバシバシ上がってるので、もうもしもね気になる人がいたらぜひねチェックしてもらえればなと思います。はい、って感じですかね。どうもありがとうございます。はい、じゃあ以上でございます。それでは皆さん、さよなら。さよなら。バイバイ。